天狗の剣、刃渡り10尺余り、諸刃作りと伝えられる。鞍馬山に奉納されていたことからその名がある。クマラ山。クラマ山だよ。天狗がいると言われている。天狗。天狗ってのはこんな風に鼻が大きくておっかない顔した。おかおか。さっきから何話してんだ。うるさいぞ。うるさいのはお前だろ。だから静かにしろって。だけどどこで天狗の剣なんて聞いてきたんだ。石石とブキブキ。石とブキ。ごめん。あれ、師匠様より仰せつかった。正月に歌舞音曲がなくてお寂しいとのことなのだ。どうだ日を、今から参らぬか。ほむらをお見せしてはどうだ。ほむらを。ああ、年越ししちまったぞ。おい、あの坊主、ちゃんと家に帰れたかな。古代日本で各地に勢力を広げた豪族たちの中で最大の勢力がやがて畿内に集権国家を作るに至りました。各地の豪族は自分の権威を示すために巨大な墳墓を建造しました。その中にはあまりに巨大でどうやって作ったのかよくわからないものもあるといいます。お母さんが連れてこられたお侍さんはどういう方たちなんだ。一緒にお祝いを言う仲間だってさ。でも兄ちゃんこそ獅子王さんに会いたいなんて言い出してどうしたの。獅子王。ヒヨウたちは獅子王というお方に会いに行ったのか。その名がどうかされましたか。有坂殿の同志たちが獅子王を片付けると申していた。ここに来ればお会いできると思っていました。おじゅう、新しき年の到来をことほぎ奉りまする。見事であった。さすが御所に仕えし者どもの末裔。御所に仕えしってなんだよ。すげえってことだろ。だがほむら、
剣を欠くは何とも惜しや。揃えばさぞや見事なれ。恐れながら、それは天狗の剣なるもののことにありましょうか。知りたるか。いかにも。かつて天狗の剣と穂村は一つのものと伝わる。しかし、穂村は御神体とのみ語り継がれ、剣のことは何も。都に。それ都にありせばいかに。見てみたいと思います。ならば長岡の古き都に。長岡の古き都って、今の都の前に一時あった都よ。今はただの野原と聞いた。その代理跡に。あるいは獅子王様、ぶしつけにはございますが。うん、八郎、よく約定を果たし我らを慰めてくれた。願いの儀ありとや、直々に聞いて使わす。では奥にて申し上げたく存じます。薩摩も幕府の祭りごとをよかとは思っちょらん。じゃどんそいと幕府と戦を起こすのとは違う。有馬たちは勘違いをしちょる。才蔵、黙って国元へ帰らんか。姫君を逃がしたことに加え、叔父上の手引きをしたと疑われております。叔父上の首を持ち帰らねば、同志の挙兵に加わることができもはん。ことを起こしたらいかんのだ、才蔵。おいは殺したくなか。その方の願いの儀は聞きおいた。返答は追って使わす。いえ、今お答えいただきとうございます。これまでだ。そちは穂村を連れて参ったに過ぎぬ。何とぞ。この春には薩摩藩島津久光殿が2000の兵と共に都に入られます。その時帝のお許しがあれば官軍として兵を挙げられます。清川八郎、お前は大名か。我らはいずれも総合の趣旨にございます。もはや幕府や大名にこの国は任せておけません。我が目は節穴にあらず。本来なら名乗るもはばかるお前たちが乱世に乗じ御所の意向を身に帯びて尊王攘夷と語り、その実己が世に出ることのみ望んでいること知らぬと思うか。まだ徳川がまし。心は倒幕にあらず、幕府と手を結ぶ公武合体と分かりました。そのようなお公家様を放っておくことはできませぬ。最初からそのつもりで参ったのであろうが。天柱！どうしたんだ？清川さん。よ、ちれ。何、何なの、どうしたのさ。鉄は、鉄がいない。清川さんたちについていったんじゃ。あいつ、どうして鉄が。師匠さん。八郎らは世の命を狙った。その方ら、このまま返せぬ。やはり師匠は食わせ者だった。なんとか取り除かなければ。あの子供たちはどこどこ。命を狙った者たちと同類とみなされよう。清川さん、どうせ兄弟たちも獅子王に始末される。どこどこ。不憫な。なんだこれは。石石、うわ、一回だって。ムキムキ。びっくりしたぜ。入ろうと思った寺からお前が大人と一緒に走り出てきたんだからな。嘘な連中だったな。でもあの寺で何やってたんだ。カラクリ。あ、そっか、お前カラクリ堂にいるんだったもんな。わか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 。名前か。天狗の剣。天狗の剣。うん。
ってことか。うん。天狗の剣のある場所が分かったのか。ああ。どこだ。な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 。わすわす。長わす？違う違う。長わす違う。違う違う。違うのか。長わすじゃない。わすわす。長わすわす。忘れちまったのか。もう少し思い出せねえか。都。はあ？長岡の都か。うん。分かったぜ。おめえすげえな。え？俺たち殺されちゃうのかな。なんでよ。だってさ、今サイ兄ちゃんが話してるから。ああもうわかんねえ。ヒヨ、わかんねえ。なんでみんな嘘ばっかりつくんだよ。清川さん、獅子王さんと友達じゃなかったのかよ。草加さんだって斎谷さんと友達だって。うっ。有坂さんも増光さんも人殺しではない。だがそんなの志のためならいつでも切る覚悟はある。わかんねえよ。それに花ちゃんかユキちゃんが男なんだろ。斎谷さん何も言ってなかったじゃないか。え、誰の言ってることが本当なんだよ。うわっ。よう信じよ、ヒヨ。誰。獅子王様だよ。その方らの疑いは晴れた。改めて問う。この獅子王のもののふとなるや。え、どういうことですか。その方らはかつて帝に仕えしからくりのもののふの末裔、先の穂村の前にてその確かなること世は得たり、清川なる輩との謀反の疑いも晴れた今、かつての姿に戻り、その誠の力をこの国のために使うべきなり。でも私たちからくりは祭りのために使うものと伝えられてきました。祭りとは天地に豊作と息災の感謝を捧げ神々を祀ることなり、国を治める祭りごととはそもそうした祭りの意なり。世は祭りを起こす。この国のあるべき形に戻す。あるべき形。師匠様。え、だから怪しいものじゃないって。何者か。我らは越前新月藩三剣家家中の者にて。宮の御前である。無礼であろう。我らは。お願いです、ヒヨたちに会わせてください。私はユキ。私は誰だというのか。ゆえあってこのような風体をしておりますが、先の新月藩主三剣俊徳が嫡男三剣幸也にございまする。身の証として東照公より我が家に下された一振りをここに。ユキちゃん。ヒヨ。ユキちゃんが男の子だったんだ。えぇ、そういうことだったの。ユキちゃんが若君で花ちゃんが姫君だよ。そういうことだったのか。長岡の宮、代理跡に天狗の剣があれば、それはすなわちその方らの先祖が御所に仕えるものであった証。それを確かめ戻り来るがよい。はい。あの獅子王様、天狗の剣が穂村に備わるものだとして、なぜ剣だけが都に残されたのでしょう。もし天狗の剣あらば、その問いの答えも明らかになるであろう。わかりました。私は鉄を探します。斎谷さんたちはからくり堂へ。ああ。ヒヨ。ヒヨ。私が大名の跡継ぎであることを隠していたこと。
のご先祖様もすげえ人たちだったんだ。ホムラを作った人たちだ。この国のためにカラクリの力を使ってたんだって。だから俺にもさ、できることがあるんだ。有坂さんみたいにさ。有坂ヒヨ、待たれ。何を言っておるのだヒヨ。この国のためなどと。ヒヨは思いたいのです。有坂様のように命がけでやるべきことが自分にもあると、それを見せたいのです。なぜ。姉上が有坂殿の味方をしたからです。味方。わらわは武士の心得として。どげんこっちゃ、あのガキどもは始末されちょらんぞ。まさか最初から獅子王の手のもんやったとか。京川さん、あんたも信用できんが。奴ら長岡へ向かっちょるのか。天狗の剣とか言うたな。なんでんよか。余計なもんの手に入れん前に叩こう。まあ待て。おお、おい、見つかったらあの人んとこ戻んのか。ああ、俺たち物の風になんのか。ダメだよそんなの、カラクリは戦いの道具じゃないんだから。だけどさ、獅子王さん、この国のあるべき形に戻すって言ったね。あるべき形って、天柱とかで人殺ししたりするようなことじゃないよね。ヒヨ、もしここに天狗の剣があったら、私たちのご先祖様はどうしてそれを置いていったんだろう。ホムラと一緒に村の昔社に収めてもよかったのに。ヒヨ、なんであれだけまっすぐなんだよ。え、あ、ほんとだ。なあ、持って行きたくなかったとしたらどうだろう。いけねえ。天狗の剣。おったぞ。 あっちやだ。あれ、清川さんたちといた。ホムラに戻るんだ。ちゅーさー、ちゅー、なんなのこの人たち。こっち、上部を連れて上へ隠れて。おったぞ、こんな中じゃ。おいで、ジョブ。なんだよ、ホムラに何来るんだ。なんで俺たちに。シシ、踏ん張れ。止まれ。バカだ。ヒヨ、あれ。なんだあれ。いただくぜ、天狗の剣。手に入ったぜ。ミラー兄ちゃん。テツ。何？そうか、あいつらの一人だったのか。お前ら、テツをさらったのか。え、違う違う。兄ちゃん、テツを離せ。チェンスター。あれはヒヨ、後ろ。やせ同時、御所を守る鬼の末裔という。ヒヨ、何をしている。天狗の剣が浮かばれるぞ。でも、鉄が捕まっているんです。何をためらうことがあろう。だって、鉄が捕まって。もののくならば、天狗の剣を用い世の敵を殺しめよ。他のことは考えずともよい。なんだよ。やめろ。ヒヨ、良いのだ。この者たちは世にあだなした。その罪思い知らせんがため、この地へ誘い込んだ。うわ、世に従え。世は大なり。待て、回してる。バリ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 。あ、エレキテル。よし、あ、俺たちは行くぞ。俺たち、うわ、俺は鉄のみんなも助けたいんだ。
殿もヒヨもわらわのせいで余計な苦しみを与えてしまった。昔からこの都は魔界と言われてきました。ヒヨも有坂君もその魔界に迷ってしまったんですよ。花姫様のせいじゃありません。そうです、我らも迷い込んでしまった。もう会えぬのか。え、出て行った。どうして引き止めておいてくれなかったんだよ。これ以上あなたたちに迷惑をかけられないからって。花さんもユキさんも私たちのことを心配してくれたのよ。でも俺まだまだ。何言ってねえよ。何をよ。ねえ何よ。何でもねえよ。何よ、もう怒らなくてもいいじゃない。まったく、ごめんなさい。さえ、ああ、お揃いか。主人から手紙が届いておりましたわ。何でもマスラオさんという方を越前の三剣様のご領地で見たという話を聞いたと。三剣様、それって花ちゃんとユキちゃんの。ヒヨ、どんな顔するかな。俺たち新月班に行きます。父ちゃんと花ちゃんたち探しに。それじゃあ。え、伝えによればかつて木の民が戦いを厭うて姿を消したという。だが幕末、長州や薩摩を支持する公家たちが多い中で、中川の宮は幕府との公武合体を主張。何度も倒幕派を迫害し、彼らから魔王と恐れられました。宮の数多い名の一つに獅子王院宮があります。新月班にいる。父ちゃんに会うために、そして花ちゃんたちにもう一度会うために急ぐ俺たちの前にでっかい生き物が現れた。鼻が長いから花って名前付けてやったけど、こいつ頭体はでかいのにすっごく泣き虫なんだ。なんとかしてやらなきゃ。次回、からくり記念飛翁戦記第15話、泣くな花。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。